い学生ないかな。うわ、めんどくさいんだよな。成長書がここにあってその上に本置いちゃいけないとか言われて、ほんとにめんどいんだよ。めんどいんだよ。フォーレのバイトはバルカローデを、ちょっと練習、まあピアノ練習の配信です。ちょっとやってみちゃおうかなみたいな。フォーレの良さがだんだんちょっとずつ分かってきました。受け入れられるようになってた。僕結構、僕の遺伝子はというかこの脳の構造はフォーレを受け入れがたかったんですよね、いろいろと。まあでも可愛い人なんじゃないかな。ちょっとおじさんっぽくてヘムレンさんみたいなイメージある。ヘムレンさんでしょ、フォーレは。フォーレイコールヘムレンさんですよ。ムーミン谷のあの、あ、新ムーミンの方、あの90年代にやってたムーミンの方のヘムレンさん僕と同世代の人にしか伝わらないネタです。まあムーミン見てたでしょ。Thank you.
なんだよ、僕やりたくないんですよね。
何がいいんか分からんな。こうか。ああ。
俺はなんか新しいピアノ曲の初演者とかには絶対になりたくないです。絶対やりたくない、そんなことは。もうマジですごいプレッシャーだったでしょうね、今までのいろんなピアニストの人々で。すごいですね、本当にピアニストっていうのは。もう絶対やりたくない、こんなこと。これを例えば僕のために作ったフォーレが弾いていて、でどうかな、いい曲でしょう、弾いてくれる、いや無理ですって感じです。魅力分かった。そのめちゃくちゃ魅力、フォーレマニアがいたんでしょうね、ピアノの鍵盤フォーレマニアがいたんでしょうね、多分カフォーレが自分で演奏したが、あーもうどうでもいい、もうなんか疲れたまるって。もフォーレの頭疲れるんだよね、なんかこの人なんか疲れるんだよね、この人疲れるんだよ、同じこと何回も言うんだもん、だって。同じことが多いんだもんね、フォーレって。あのさ、あのなんか、なんというか、繰り返し記号を使わずに同じことを2回書くっていうのがフォーレには多いんです。やめてほしいです。ああ、もう疲れた。でしょよ。